こんにちは、亀三昧です。今日は日本石亀のベビーの動画を撮影しています。以前の動画で10匹以上の石亀ベビーを水の中にデビューさせましたが、今画面には4匹しか映ってませんね。どこに行ったかというと、このシェルターの下にみんな固まっているんですね。生まれて間もないベビーは警戒心が強いので、あんな感じで隠れていることが多いんですが、餌食いが安定してくるとね、餌をねだったりとか可愛い仕草を見せてくれます。今日はね、そんな石亀ベビーたちに初めて餌をあげる動画を撮影しています。あげる餌はね、いつもうちで使っているサキヒカリの S サイズをあげます。ほとんどの日本イシガメのベビーはいきなり人工飼料をあげてもほとんどの子が食べてくれます。よくですね、あの赤虫とか刻んだお肉とかね、ああいうところから餌付けをしないとなかなか食べてくれない種類のカメもいるんですが、日本イシガメはね、人工飼料への反応がとてもいいので、匂いを嗅いで食べれそうだったらどんどん食べてくれます。こんな感じでね、もう食べてますよね。ちょっと観察をしていきましょう。ほら、もうねパクパク食べてますね。生まれて初めてのご飯なんですけど、こんな感じでもりもり食べてくれています。個人的にはね、すごい貴重な機会だと思っていて、これからカメって数十年生きるわけなんですけど、その生き物の初めての食事をこうやって見ることができるっていうのは、繁殖している人の特権かなと思って見ています。こんな感じでいきなり人工飼料をね、食べてくれる子が多いので、成長もね早いんですよね。もうほら食べてる食べてる。なんかまだ反応してない子もいますが、あとカメラが気になってちょっと気になるけど食べれないみたいな、そういう子もいると思います。ただ一回赤虫とかお肉とかね、そういうのあげちゃうと、そっちの強い匂いとか味を覚えてしまって、逆に人工飼料食べさせるの大変になるみたいなパターンもありますので、石亀繁殖させている方はいきなりこんな感じで人工飼料からデビューさせてもほとんどの子は大丈夫なので、ちょっと試してみてください。ただもちろん元気がなかったりとか温度が低かったりとかすると食欲自体が落ちてしまうので、そういった場合は食べないこともあります。まあ、あと中にはね、こういきなりやっぱり人工飼料をあげても食べないっていう子もいると思うんですが、だいたい3日間ぐらいあれば全員食べるようになるかなっていう感覚ですね。うちで生まれてきた子たちで3日以内に人工飼料に餌付かなかった子って多分今までいないと思います。それぐらいね、人工飼料への餌付けが容易な種類だと思います。こっちを気にしている子と餌を追いかける子ですごい分かれてますね。しばらく餌を食べているところを少し観察していきましょう。はい、まあ最初なんでね、こんな感じでちょっとつまんではやめて、ちょっとつまんではやめてみたいな子が多いんですが、まあ中にはね、がっつり餌を追いかけて食べている子もいます。
まあそのあたりは個体差ではあるんですけど、別にねそんな心配することはなくて、もうね3日もあれば多分みんな食べるようになると思います。もしその餌食いが悪い場合とかは、温度を上げてみたりとか、落ち着く環境にしてみるとか、まあいろいろ対策はあると思うんですけど、まあ元気だったらね、ほとんどの石亀のベビーは人工飼料を食べると思いますんで、普通に飼ってて、まあ例えば1週間とかそれぐらいね人工飼料食べないベビーとかは多分元気がないんだなと思って、何かしらの対処をした方がいいと思います。ただこれ今まだ生まれたばかりのサイズなんですけど、これで少し大きくなってくると、今度ね元気すぎて噛み合いが起きたりとかして、尻尾を噛まれてね、石亀ってもう見てわかる通り尻尾は長いので、尻尾が切れやすいんですよね。そうするとおぎれになっちゃったりとかするので、餌食いが安定してきて、もう少しね一回り大きくなったら、容器を大きくするか、容器をいくつかに分けて飼育するか、おぎれをね減らす対策をしていこうと思います。まあおぎれといってもね、いろいろ程度があるんですが、まあこれぐらいのサイズの子だったら、そうですね、半分とか3分の2ぐらいは食われちゃっても大丈夫です。ただ排泄口とかにね行ってしまうと結構やばいこともあるんですが、総排泄口よりね、明らかに末端側が切れても、まあ、そんな問題になることは少ないです。オスの場合は交尾しづらくなるっていうのがもしかしたらあるのかもしれませんが、うちもねオギレのオスがいますが、今んとこね、一応交尾もできているので、まあよっぽど短くなっちゃわなければオギレはそんなに問題ないかなと思います。ただ傷口がね産んでるとか、そういう場合はちょっと気をつけないといけないんですけど、ほとんどの場合は大丈夫です。はい、では今回は日本イシガメの初めての餌やりの動画でした。この子たちが成長してもっとね大粒の餌をバクバク食べる姿を早く見たいなと思って育成をしていきます。この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録をお願いします。動画は金土の夜8時に更新をします。それ以外にも不定期に更新しますので、ぜひご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。